可愛かったです。ダックス、そう、ツアーはついに明後日ですね。明日は直前配信があってって感じですね。感じです。ついに初日を迎えますよね。カラーズ歌割り気になる。いつ来るんだろう、気になります。あ、そうなんだ。今日作った。あ、じゃあ来るかもしれない、今日。そうな、結構ね、インスタライブで結構もう結構ネタバレっていうか、もう結構いろいろ言ったし、まあ音源とかなんかいろいろ解禁ね、みんなに聞いてもらったりしてました。そう。そう。オッケーなやつですか。なんか、そう、あずみんがね、今年初めてなんですけど、え、言っていいんですか。戸惑い。楽しかったです。あかね、どんな衣装が来るのかも楽しみですね。やっぱりライブも好きだけど、ファッションもね、好きなので。練習をしようと思います。うん、かわいい。なんか、なんだっけな、今年はさ、メドレーもなんか一人一人ソロパートがあるとか聞きましたよ。びっくり。まだ何の曲を、そう、うん、で聞きました。間違いかもしれません。聞き間違いかもしれません。一人一人聞いたって言ってた。一人一人聞いた。あ、そういうことかな。聞き間違いではない。一人一人なんか歌割りがあってみたいな。その意味がちょっと、歌割りが一人一人
わかんない。今だよね、来てないんですよ。そう、どこかとかは。そうですね、今日のインスタライブでなんかラップのとこになりそうな予感。どうなることやら。どうなることやら。25分ずっとミドレーだから、そうだね、ずっと歌うっていう、ずっと歌うっていうか、そのうん、メドレーですね。頑張ればラップ上手くなるよって。そうだね、練習したら。笑って感じ。ありがとうございます、見てくれまして。どうなることやら。てんてんてん。前半見てないですね。ちょっと見たけど、準備してた。楽しみです。頑張るよ、ありがとう。頑張るよ。体調、うん、体調大丈夫かな。大丈夫そうです。でもなんか今日ちょっと、でもなんかバテそうになった。バテそうになって、なんかこれはやばいかってリハ中思ったけど、一曲終わる頃には治った。うん、一曲、そう、始まる前に
これはやばいって思ってて。イエーイ。ね。なんでしょうか。ファンです。ありがとう。でも最近なんか睡眠のなんかアプリをね入れたんですけど、結構自分熟睡してるんだなと思った。ちゃんと分かんない、よくなんかアプリで分かるのすごいなと思うんですけど、なんかよく言うね、ノンレム睡眠となんかレなんだっけレム睡眠だっけ、そうポケモンのやつ、あれわかるんやね、なんでわかるんやろ、なんでわかるん携帯。録音なんか、いや録音されてんのは本当になんか寝返り打ってる音。寝言は言わないみたい、私全然寝言言わない。寝返りだけ。あ、晩ご飯あげなきゃ。ご飯作ってる時にさ、なんか睡眠のこと教えてくれるんだけどさ、寝る時間が短いと風邪をひきやすくなってしまう、だって大変。いっぱい寝ましょう。そう、最近よく寝てるんだよ。イエーイ。なんだっけ、メニュー。昨日はぐっすりタイプ。一昨日はすやすやタイプ。夢はめっちゃ見てるんだよね、でも最近ずっと。寝つくまでにかかった時間8分とかなんか結構出る。
ごい、確かにすごいなこれ。寝てからめっちゃ寝てからねぐっすりやね。すぐぐっすりに入って、これ本当なんかな。これ本当なんか。うん。動いてないだけ説もありますから。なんか分からん、そんな感じなんかね。付き合い良かった記憶めっちゃありますね。まあまだね2日しかしてないから、まあ1週間ぐらいね感じかな。寝言、そうだね、寝言言ってほしいもんね。ちょっと気になる、どんな寝言を言うか自分が。充電、私充電してないよね。なんかさ、そう、充電してなんかやっとくとなんかバッテリーがさ、あれや、意外と大丈夫ですよ。そう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 。大事にしています。充電してなくてもねできる。録音もされて出るね。
暑いや。クーラーつけてます。クーラーつけてます。でもクーラーあれよね、寝とるときつけとったらいつの間にかちょっと寒いんだよね。人間の不思議。あとやっぱり思ったよね、やっぱりね、セミがさ、絶対この木にはいるんだけどみたいな、絶対この木にはいるのに見つけたことないよねっていう話を今日愛子としてた。愛子さんとなんかさ、見つけたことなくない？絶対この木にはおるんやけどさみたいな、何匹も大きい木があって、絶対この木には絶対にいるのにどこにいるかも分からんだよねって言ったら、本当だって見つけれる。揺らしたら落ちてくる。揺らせん。大きい木、そうなんよ。え、でも愛子さん情報ではなんか家の壁にセミの抜け殻がくっついてたって。だけなんか抜け殻なんだ、脱皮するときはそういう分かりやすいところでおるんやねって話をした。そういう時はちゃんとそういう家の壁とか絶対わかるやん。あとセミの抜け殻見つけたらなんか運気が上がるらしい。壁に溜まっとるの見つけやすい。ええよね。でも私まだ見てないよね。でも今日ちょっと抜け殻っぽいの見つけた。ちょっとよく見てなかったけど、これもしかして抜け殻かな。あ、ヘビの抜け殻。あ、そっち？愛子情報だ。愛子情報、まさかの。まさかの、ちょっと惜しい。確かにヘビの抜け殻はあんま見ないな。セミは結構見る。でもセミはそんな見ないけどね、抜け殻も。あ、お財布にいたらいいよみたいなやつあるよね。福岡公演、あ、8月のね、楽しみ。今年3回見た。日々の抜け殻。でも日々の抜け殻財布に入れてたらさ、壊れんのかな、シワシワにならんのかな。
入るんかな。あ、ペラペラなん。そういうことね。じゃあ入れれますね。確かに粉々になりそう。やっぱり粉々になる。気づいたら粉々になってから風で飛んでいきそう。日暮らしの鳴き声聞こえません。日暮らし山にいる。山にいるんじゃない。涼しい時間帯の山だって。私は山中湖で聞いた。帰り道。あ、セミの鳴き声縁起って。おお、すごい。縁起がいいんだね。よきよき。愛子先生の。標高が高いとこだと日暮らしのやっぱおるんやね。あら、やっぱりそういう標高が高いとこいいね。こんばんは。あ、そういうことか。そういうことか。抜け殻ってあれね、鳴く前のセミね。体当たりしてきた。体当たりしてきてびっくりしたよ。そりゃびっくりするよね。そりゃびっくりしちゃうよ。この前なんかそのセミが飛ぶ時のさ音あるじゃん。なんか蝉が飛ぶ時の音、聞いたことない？え、ジジ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 ジっていう。え、そんなパタパタとかじゃない。ジジジジジって言うんよ。私はその瞬間ね走るんやけど、それが聞こえた瞬間私は走るんよ。近くで聞こえた瞬間走る。そしたらそこの前リネタン撮ってその音がしてジジジって。そしたらリネタンが何の音。いけんよこれ、セミの飛ぶ音よって。
そうそうそう、そうなんですよ、そうなんですよ。セミロング、セミファイナル、なるほど。なるほどね。ああ、そういうことね。なるほどね。ああ、今日もなんか熟睡できそうな予感だ。熟睡できそうかも。ほんとなんかね、ほんと睡眠大事、ほんと睡眠できるようになってからね、なんかいい感じかも。だからなんかもう朝方とか夜方とかってもう決まってるんだって、もう生まれた時から。ありがとう、初見の方。そう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 、なんかもう生まれつき決まってるから、夜方の人が朝方になろうとすると結構難しいらしい。結構難しいんだって。確かになんか私も小さい頃のこと思い返してみれば、朝結構寝てたんですよね、ギリギリまで。だから朝方ではないんだろうなって思う。なんかほんとちっちゃい頃は特にめっちゃ寝てた。多分夜もね、寝てたけどね、夜もそう早めに寝てたけども、かといって朝も寝てたから。そうだね、つまりまあずっと寝てた、子供の頃はずっと寝てた、昼寝もしてたし。そんなイメージがある。昼方？いや、昼は眠いよ、やけん夜方よ。夜眠いって思って寝たことないかも。確かにちっちゃい頃からなんか寝なきゃいけない雰囲気になってみたいな、もう寝るしかないみたいな。だからもう寝てたけど、眠いって思って寝たことそんなない。
そうさ、多分そっから決まってたんだろうな。そう、早く寝ようね。でもね、早くね、布団に入ってもね、寝れんのよね、早すぎたら。そう、そのね、睡眠のコツみたいなやつで、眠くないとかは無理に寝ようとしなくていいって書いてあったよ。無理になんかそんな寝ようとせずにみたいな。あ、そういうのもあるんだと。なんかさ、眠れん時はさ、とりあえずなんか横になって目つぶってたら眠れるよみたいなあるやん。なんかそのね、目も睡眠のコツみたいなやつは、そう、無理に寝ようとしなくていいですって。新しいなと思ったけど、興味ない動画見てみる。そういうことね。確かに寝れそう。そう、スマホがダメね。スマホダメだよね。え、でもね、最近思ったよ、スマホ関係ないかも。なんかね、寝れるときはスマホ見とっても直前まで見よっても寝れるんよ。わからん、私は。そうなんよ。なんかそれよりもね、考え事とか悩み事とかしてる方が寝れん。なんか悩みが本当にずっと消えなくて、ずっと考えてるから、それで寝れなくなる。それが一番の原因。考え出したらずっとそれ考えとるんよ。今はね、うん、なんだろうな、今はね、うん、考えないようにしてる。でもレッスンのこととか、やっぱりコンサートが近いから、そういう あの曲のあの振りどこだったっけって考え出したら寝れなくなる。それで昨日ちょっと寝れなかった。だから、あ、ダメだダメだってなって、なんか本当に何も考えないようにした。そう、でもそう、今はね、もうね、そう、頭と体は疲れてるから、そういう頭の中で睡眠学習しなければ大丈夫。そう、今日ね、コンサートのね、コンサートリハの前にね、また違うライブのレッスンがあって、なんかめっちゃごちゃごちゃになった。めっちゃごちゃごちゃになって、なんか間違えた。そしたらダンスの先生が、そこ結構間違えやすいから間違えないようにねって。私や、でさっきのレッスンではこっちだったもんみたいな。すいませんって感じ。さっきのレッスンではこっちだった。そうそう。そんなそんなんいいだけ。
通用しません。言ってない言ってない言ってないよ。もう言わないそんなことは。もう自分の心で終わりです。びっくりするよそんなことね。私が言ったら高尾そう。私はもうね、素直にね、何でも聞くことにしています。そう見えたことがそうなんだってことにねしてるのよ。自分がなんか間違ってもね、なんか違ったとしてもそう見えたのならそうなんだろうなって思うようにしてるんだよね。違ってもね、そう、そんなことがあった。あとなんかなんだっけ、そうそう、あとそう、今日ね、特になんだろう、本番同様のようにねしたんですよ。そしたらやっぱりちょっと思わぬところの間違いとかもあったりして、だからそう、やっぱ本番同様の気持ちですることによって、なんかやっぱり歌詞にとかその曲の世界観に入ってしまうと、なんかあ、こういう単純なミスをしたりあるんだなっていうのがあるから、今日はそれが分かった。そうそうそう、あ、こっちか。うん、大事大事、よかった、大事です。そのあ、ここにファンの方がおると思って、うん、やるやる、やってみて分かるの、あるね。おる前提でレッスンしますよ。でも本当に本番じゃないと出ないアドレナリンもあるからそれもあるんだよね、アドレナリンがどうなるか。
んかよあるよね、本番はさ何かいるっていう、リハはそのこんなにうまくいったのに、なんか本番は何かがいるっていうのがあるから、そう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 、本番とかそうやってファンの方とね一緒の一体感というかじゃないと生まれないものもあるし、そう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 、音楽番組とかでもさ、なんかカメリハとか合わせ、なんだっけ、音合わせしてカメリハしてランスルーして本番とか4回ぐらいあるんですけど、なんか本番だけすごいね、なんか髪の毛がね、なんかめっちゃ顔にかかるみたいな時あるんですよ、めっちゃ本番だけなぜここに髪の毛つくみたいなって時ある、あるある。あれ本番だけなんですよね、うん、でもなんかライブとかしてて思うけどさ、結構なんかそう髪の毛が顔にこうついててもなんか自分めっちゃ気になるんよ、なんか目線が目が見えなくなるからさ、すごいさ気になる時あるんだけどさ、意外とさ見る方はさそんなに気にならない、ね、鏡ないから分かんないけど、うん、意外と分かんない時ある、そこまで気にせんでいい時ある、あ、意外と直しとけって思ってんですか。あ、そうなんだ、そうなんですね、そうだね、心配になる。やばい、もうなんかすごい結構気になるな、その意見聞いたら気になるな、なんか気になってきた。でもね、私ね、もうね、私すぐ前髪崩れるんだよね。でも、めっちゃ固めてもさ、結局さ、汗でさ。濡れてさ、なんかとんでもないことになるんだよね。でもなんか時々さ、めっちゃ汗かいてるけどさ、前髪はさすごい綺麗な
アイドルおる。めっちゃ汗かいてるけど。ずっと帽子かぶっとく。あ、そう、私髪細いしめっちゃ柔らかいんですよ。だから巻いてもすぐ取れるし、そう前髪かいとく、そうだねそれもあり。猫っけんですよ。だからヘアアレンジはしやすいみたいだけど、すぐ戻るんだよね。元に戻ろうとする力が強い。そうなんだよ。だからそう、すぐ治るんだけどね。直そうと思えば。そう、髪の毛もね、そう量減らすときあるけど、あんまり減らしすぎたらヘアアレンジもしにくくなるらしい。難しい。私はなんか量は普通って言われる。性格を表す面白いな。そうなんだよね。そうなんですよ。
変わった配信。そうだね、そうなのかな。笑って笑って、うん、笑ってって面白いね。お腹いっぱいだ、もう。私は、うん、インスタライブを始める前に耐えました。ラーメンじゃなくてつけ麺にした。何を食べようか迷ったんですけども、うなぎって最近よくある？最近よく見るうなぎのこと。土曜の牛の日、懐かしい。もう1年経ったのか、懐かしい。なんかそう、スーパーで買ったんよ去年。でもお休みのやつを、うなぎじゃないのもある。うなぎに似てるやつ。アナゴか。そう。アナゴのね、なんか買ったよね。アナゴ丼みたいな。しかもちょっとね、あのセールみたいなやつ。ちょっと夕方に買ってセールだったんですよ。土曜の牛の日ということで食べましょうとなって、で買ってきて家帰って食べてて、そしてツイッターの、あ、 X か、 X のタイムラインを
てたらみほりんが、田中美穂さんがツイッター、あ、X に今日の夜ご飯みたいな、すごい立派な立派な、すごい大きなうなぎを持ってて、これが本物ってなってた。あれからもう1年、そのくらいツイッターか。内容が入ってこない。いや早いんですよ本当に。衝撃だったんでね、覚えてます。そうなんだ。へえ。みほ。ふわー。すいません本当にちょっと脱力系配信を。最近お送りしてるわ。脱力系、ほんと。大丈夫かな？脱力しちゃってる。こんな感じだったっけ、いつも。そう、なんか内容がない気がする。そんなことない？あ、これが普通？メールではありますけどね。メールでは内容はあるんですけどね。なんか配信はね。面白い？めっちゃ嬉しいよね。メール面白いって言ってもらえるの。そうです、そうだよ。ファンクラブね。だってファンクラブはあれですもんね、本当にね、メールもだけど個人だからさ、もう自分のことを本当に気になってるとか推してるとか、そういう方しか見ないわけですもんね。と思ったらそういう方に向けたのをね、いろいろ考えています。癒し。うん、そうだね。
嬉しい。写真かわいい。嬉しい。やっぱり好きでした。やっぱり好きでした。やっぱり。確かに確かに。ああね。ありがとうございます。ほんと曲。ありがとう。きっぱりがっつりありがとう。それでもそれでもそれでも好きです。それでも気になる。なんか絶妙に引っかかるね。それでもそれでもって言われたら、それでも好きだよってやっぱりすごい言葉だね。気になるよね。なんかそれでも、うん、なんか何どんな理由があるのか気になるわ。まさかの好き。まさかの好きですって言えたらなんか信じられない信じられないことみたいな感じがしますけどね。すごいね、いろんな形があるんだね。こう見ると、うん、いや本当に気まずくなるね。一周回っ、やっぱ一周回ったらさ、もう確定だよね。ふんわりか、ふんわりはちょっと弱いね。やっぱり変わりますね、言葉によって。こんな感じする。いや、ほんと気まずい雰囲気になって。本当に気まずい感じになってるわ。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。
分とかちょっと。どういう状況？ね。そうなんですよ。いろんな形のもの。確かにはどれも正解であり、どれも正解ですね。うん。そうと思う。だってそれはもう否定しようがないよ。そうなんだな。かな。やっぱ気持ちにはね、気持ちにね、そう、まあ、自分しかね、うん、分からない。そういうこと。本意だっけ。本意はあるけど、ね、まとまりました。そうです。まとまった。いい感じです。イエーイ。いや今日本当にちょっと本当になんかちょっと日もあるよね。ありがとうございます。こんな日もあるよ。ちゃんと休んでる。はい、休みます。ちゃんと休みます。あんたおもろいですか。ありがとうございます。うん、休んでますよ。雪。うん。今日はね、そう、メイクしたんだけどね、
そう、リハで撮れてって感じ。感じでござる。これはレベル8ですかね。でございます。すすす。うん、まや、もう、あら、あと10分で金曜日だ。金曜日は、なんの、早い？もうすぐだね。なんか早い気がするよ。最近なんか日曜日だった気がするし。あれ？何じゃ変わった？変わったか。いわちゃん、まいせんさん、さとるんさん、オーサムさん、フジポンさん、せいやんさん、立花はやとさん、けんたろうちゃん、みつるんちゃん、コージーコアラさん、タイムスペースさん、ひろとさん、神戸のマーチさん、ロックオンさん、ホタテ様、ナンバのひさとさん、餃子パンさん、トシーサさん、モモビリーさん、犬ちゃん、オーツアットンさん、ミッドナイトシュガーさん、イナッチさん、トキワちゃん、たやんやんさん、エビスさん、大西くん、らくらくさん、はんちゃん、ナオティさん、ひあきらさん、エスタカシさん、りょうさん、ケリーさん、ありがとうございます。サンキューサンキュー。よろしくです。ありがとうございました。うん。脱力。確かにこういう時こそさ、なんか素が出るよね。こういう時こそ何を自分が何を言ってるのか分かんなくなる。何話して自分でも話しててよく分かんときゃ、もう結局何が言いたかったんやろみたいな。怒って怒ってね、まあ、そんなもんかね、そんなもんなんかね。
そうですよ。休みしかないね、もう。とりあえず早く行動しよう、今日も。もうね、休んでしまってはね、もうね、ずっとここにいるんで。そうなんですよ。ね、そうなんですよ。そう、携帯見たらダメ。まあ、そっちしなきゃね。そうなんですよ。こんにちは、友よ。友。頑張りますよ。そういうことか。え、トゲザーインサマーの先行受付終了、今日か。テロップどうしようかね、これから。今までね、なんかね、そう、あのそう、あ、買いますか、じゃあ変えてみようかな。変えるわ、じゃあ。元をなつけるとちょっとあれだよね、なんかちょっとあれだよね。迷いどころだけ変えてみようかな。皆様、今日もお疲れ様です。寝ましょう。この最後の1分ぐらいまで見てくれてありがとうございます。こんな最後の最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。皆さんの名前を見て寝ます。
バイバーイ。おやすみです。バイバーイ。